あ、うは始めました。さあ、速攻英文法品種と文系第3回やっていきたいと思います。もうどうですか慣れてきたんですかねまあ、今回で一応品種の方はですね、最後にして次回からまあ文系中心のところをやっていこうかなと思っております。では、ちゃんとやっていきたいと思います。ね、ちゃんとやらないとね、品種工を変えますから。ダジャレは事前に考えておりません。 Still however despite unlike the fast approaching deadline, the sales manager is confident. The team will have everything ready on time have ready will on っってていう風に言ますねなんかものすごくトイックっぽいやつじゃないですかまさにねまあ選択肢もトイックっぽいですねそうですちゃんと品種分かってるからで今回は前置詞接続詞副詞の違いちゃんと分かってますかってやつですねこれもトイックめちゃくちゃ品質のポイントになるわけなんですが大学入試でも出てきますのでこちらちゃんとやっていきたいと思いますまス、あ、てよっていうのははい何詞ですかそう副詞ですね However は はい、接続詞の時もあるし副詞の時もあるねしかしの場合だと、まあ、接続副詞とかって言われる副詞ですし、えー、However 形容詞副詞 SV みたいな形でねたとえどんなになんとかでもっていう接続詞で出てくることもありますデスパイトは前置詞ですね。はは前置詞ですねい っていうふうに、まず、品詞が違うっていうのを分かってください。で、first approaching deadline っていう後ろには、めっちゃ早く迫ってくる deadline っていう名詞があります。で、その後ろに、the sales manager もう名詞足す名詞は慣れてくださいね。sales manager 名詞足す名詞ね。で、is confident はい、is が V で、confident は何 C ですねはい「円とアンとで終わる形容詞」まあ、名詞もあるけどねって言ったやつですけど SVC っていうふうになってますんで SVC 来ていて前にこれ名詞があるだけですから接続詞を置くためには 後ろ SV 来ないといけないいいとけです、ね、まあ特に However の場合は However 形容詞副詞が来て SV なんですけどほとんどの場合ねだからダメということで全知詞を置かなきゃいけないよっていうのが分かるわけですよこのスティールや However は置けません副詞だってポコッと置かれたところでこの名詞の説明つかないですかこのデッドラインがポコポコ浮いちゃう状態になりますから必ず名詞っていうのはですね動詞や全知詞に支えられないといけないからねだからこのデッドラインを支えてあげるものがないのでちゃんと支えてあげる全知詞を入れてやんなきゃいけない でここで全知知多数名刺っていうのができますので,で後ろセールスマネージャーは自信がありますよっていう風に言ってるのでデッドラインは狭 けどねっていうのが正解だというふうにわかります。unlike はと違ってですから、迫っている締め切りと違って、マネージャーは自信があります。意味わかんないですね。はい。ど,どういうことってなりますから。ダメです、こんなのはね。だって、比べるものって似たものじゃないといけないからね。unlike him、彼とは違ってとかね。unlike john、ジョンとは違って、i am 何々ですね。私はこうですとかっていう。比べるためには同じ種類のものじゃなきゃいけない。締め切りと人は比べられません。ということです。だから、接続詞の後ろに SV。前置詞の後ろには名詞が来る。 っていうこの基本の文法事項で切らないといけないですね。副詞はもちろん置けないし。で、残った前置詞で意味で考えて答えを出すっていうことですね。そう、形でまず解いて、その後で意味で解くっていうですね。このプロセスが大事です。で、コンフィデントの後ろ見てみると、The team will have everything ready ですね。ははい、チームは全部。 Ready on time 時間通りにちゃんとやってるよっていう風に来てあれあれ SV 来てるじゃないですかこれっていうねえなんでだって SVC と SVOC 並んじゃってるじゃんこれどういうことっていう風にね思う人いると思うんですけどここザッとが省略されています え、be confident that sv と言われるやつですそうなんですよこの辺も大事で何でもかんでもですね動詞が必ずザット説取ると思ったら大間違いないですね実は be ko c ザット説っていうキャラクターも存在しますでこのザットって省略できるので be confident that とか be aware that とかね気がつくとかさえ be sure that と確信している be certain that なんかもそうですね っていう風に、実は後ろにザット説を取ることのできる形容詞、なんていうのも存在します。そうなんですよ。何でもかんでも実は SVOC で片付けよう、今まで習った品詞の概念で片付けようと思っても、今日は問屋が下ろさないんです。世の中には山ほど例外はあるわけで、そういうのはきちんと覚えていかないといけません。信じる系なんで、ザット説取りやすいんですね。実はね、こうね,こうねこれ、Believe That とかさ、Trust That とかってあるじゃないですか。思うっていうものはザット説取りやすいんですね。だからこれが形容詞になっても、ザット説を取ることができます。実は。はい、ということでした。で、接続詞の とですね、接続詞の後ろには SV が置けますよ。電池誌の後ろには名詞を置くんですよっていう問題でした。はい。全部めっちゃ迫ってきてるけど締め切りね。時間通りに追わせられるんだっていう自信があるって言ってます。<noise> はい、次です。デスパイト、although、however, indeed ですね。まあ似たようなキャラクターが登場してるじゃないですか。で、クーって、サイエンティスで、はい、デスパイトは, Despite は そう先ほどやりましたね全知です。although は接続詞ですねなんとかだが however はそう先ほどやりました副詞か接続詞。ね同じのが出てくるわけですよこういうふうにね好きなの同じ青学ですからねだってね indeed は確かにっていう副詞です。はい。で後ろには scientist warned あこれ w a r n じゃなくて w a r n ですからね。 sv 来てますから sv を置けるキャラクターですね。その後にもエピケインっていう sv2 つあるじゃないですか？だから sv2 つをつなぐことができるのは接続。 っていうのが正解です。電詞の後ろは名詞だけじゃなきゃいけないし、福祉っていうのはこういう形は取れないんでした。で、however の接続詞のやつは however 形容詞、福祉 SV の形ですので、答えは接続詞っていうのでバッチリですね。で、細かく見ていくと、サインテストがガバメントにこうだよっていう風に忠告しました。not t i sell the new drug, 新しいドラッグ打っちゃダメだよっていうですね。one, to do の形とってますね。 SVOC SV っていうのはオートシン手術の関係が成り立つやつのことですだからイコールって習う人も多いんだけどイコールにならないことの方が多いですよ政府が売るわけですねだから政府売っちゃダメだよっていうふうにサイエンティストたちは言いましたとださっきのやつだったらこの全ての準備ができているって言うんですね Be ready ですね全部が準備ができているは手術の関係が成り立ってますよねこういうのを s v を c っていいます保護になるのは名詞は形容詞ですって言ってるけどさっきみたいに Ready のね形容詞もあるけどもこういうふうにね夫婦停止が来たりとかってすることもありますんでだいろんなパターンがあり 「ビケム」はベストセラーベストセラーですっていう SVC ですねはい「ビカム」は後ろに保護取れますからね SVC 取れます何しですかベストセラーはい名詞ですね SVC の場合は、まあ、イコールと覚えておいても悪くないことが多いです特に名詞の場合はイコールですねここ名詞じゃないですか 名詞の場合はイコールと覚えといても大丈夫です。で、まあ基本的にイコール取るやつは B 動詞ですね。ビカムってこれカムトゥー B ですから、B 動詞ですからね、もともと。はい、ということでした。ちょっとね、文系の復習をしました。SVOC とか SVC とかね、SVO とか覚えてない人のためにちょっとやりましたが、問題を解くのはちゃんと接続詞があって、SV 来て SV っていう問題でした。問題の出され方なんですけど、生語問題でもよく出てきます。後ろに SV がいるのにディスパイトがいるからダメとか、後ろに名詞しかいないから全知詞置かなきゃいけないの大ゾンになってるとかっていうのもよく出ます。まああとは、 インスパイトブっていうのと言い換えられるのしますねディスパイトがこれともよく出てきますインスパイトと王像やどうの引っ掛けっていうのもよく出題されるし、あとはねディスパイトにオブがくっついてディスパイトオブってなっててバツっていう問題もよく出題されてますのでこちらもちゃんと覚えておいてください次行きましょうステロップアダワイスサポーズウェーダーですね選択肢のキャラクターたちわかりますねインステトブは はい前詞ですね何とかの代わりにもしくは何とかではなくてですね。アドバイス w i s e は、これ接続副詞と言われるやつです。suppose、知ってますかね。これはまあ動詞の場合もあります。こうだと仮定してみようっていうねもあるし、あとはまあ接続詞的に働くこともあります。suppose.sv ですね。こうだと仮定してみると。that は前置ですね。はい、で t h is medicine. I might have been hospitalized.I might have <and> はい、病院に入院しなきゃいけなかった、病院送りになってたかもしれないっていうので来てて、前にはデスメディセンっていう名詞しか来てないですから、だから、あ、もう全治詞来るなって分かる。全治した名詞だなっていうのが分かりますね。だから、副詞とか接続詞はもう取っ払えるぞ っていうのがインステッドメディシンではなく、メディシンの代わりに私が意味わかんないですね。この薬の代わりに私は病院で入院してたかも。<laughs> おかしいですね。もちろん Without ですね。カテゴンどこでやったやつです。これがなかったら、もし何が何がなかったらってやつですね。この薬がなかったら病院送りになってたかもよって、ね、入院してたかもよっていうふうに言ってました。ということで、前知の Without が正解でした。大事なせい覚えてますか復習してますよ ?Without。どういうふうに行かれるんでしたここでは。はい。覚えてます はい。if it had not been for ですね。これがなかったら、それを統治させると、had it not been for で、if not for は覚えてない人が多いよって言ったやす。で、ね、まあ、入試問題だとなぜかよく出るよ、part 4っていうやつですね。東大でも問われましたけど、これら覚えてましたか言い換えるやつですね。if not for は早稲田で問われたことがあります。 はい、続いてです。without, provided, otherwise, whatever. いるんですよ、選択肢が。ね。また without と otherwise いるじゃないですか。めんどくさいですね。w h a t e v e r なんかも入ってますね、今回はね。で、見てみると、her children come back in time, she does not question where they are going ってことなんですが、これもやっぱり構造が分かってないといけないんですよね。カンマーとかつけてくれよって思うんですけど、she does not question っていうのが、まあ動詞です。これ。そう、question が動詞なんですよ、これね。疑問に思わないってことね。疑問に思わないとか、こうですね、質問しないってことですけど、クエスチョンって 普通名詞じゃないですか i o n で終わってるしね。でもうこれウェアアセス取ってるんで、どこに彼らが行ったんだいって言うですね。どこに彼が行くんだいっていう風うに聞かないよって言ってるわけで、前を見ると how to join come back enter の時間通りに戻ってくるって sv が来てるんでそうですね。接続詞がいるんだっていうのが分かります。 なんで、接続詞になるのはどれですかというふうに聞いてるわけです。接続詞を置いてやれば、後ろに SV 置けるんだからね。これだとそうそう、ウェアっていう接続詞があるから SV 置けるわけですからね。ウェダウトは前置でしたね。さっきやりました。電置詞の後ろに SV 無理です。アダワイズさっきやりましたねそう。副詞です。もしなんとかなかったらってやつですけどね。我々、接続詞的な働きはあるんですけど、関係代名詞ってやつですね。関係代名詞って塊の中で名詞にならなきゃいけないんで、ここに塊の中にハ・チュードレン・カムって SV 揃ってるんで、カムは自動詞ですからね。新たに 名刺置けないでですすだから無理です何でもって言われても何,何どこに何でも無理です。なんで答えはそうです。プロバイデッドなんですね。これ接続詞なんですよ、これ。えー、プロバイドって与えるじゃないの。そう。与えられたらってですね。もしこうだったらってうんですね。で、普通、ざっと置く方がいいですよ。 プロバイレットダットにしてやった方がいい。ストイックだと絶対ザットついてます。こういう風にね、厄介な接続詞って実はあったでしょ。さっきほら、サポーズダットね、言ったじゃないですか。なんとかだと仮定すると。そう、これもそうです。こうだと仮定すると。もし、子供たちが時間通りに帰ってくるんだったら、どこに行くんだいなんていう風に尋ねないよって言ってるわけですね。だから実際は、時間通りに帰ってこないから尋ねるんでしょうね、多分ね。もちろん、アズオンガズとかの方がいいぞこれね。プロバイレットダットーー、わざわざ、provided her children come back in time. で、カンマーもなしなんていう風にね、言わないよ、普通は。ということで、プロバイレットダットです。 でよくね「義文」とね「同じ」って書いてある参考書とかもあるんですけど「義文」はなんとかだと考慮するとという意味ですので間違いないようにしてください。ででも絶対そうです え、コン o n c e l もそうですね。g i だとコン o n c e l l a r s v っていう接続詞。さらには、g 文名詞。コン n c e l l a 名詞。っていう前置詞として使うこともできます。なんとかを考慮すると。これトイック品質です。大学入試でも出てきますので、きちんとこれらも押さえておいていください。p r o v i d e d t と意味が違うので、これ間違いないように気をつけてください。はい、という感じでですね。構造がね、やっぱね、わかんないとダメなんですよ。きちんと文構造わかんないと、この前置詞なの接続詞なの副詞なのっていう問題解くことができませんので、きちんとそちらね、勉強することをお勧めします。で、アドバイスに関しては、 授業でやってますのでこちらぜひとも見て復習してくださいアドバイスの使い方だったりとか意味だったりとかっていうのを解説してますからそっちぜひ見てくださいねこちょ貼っておきますのでこちら見てくださいはいどうだったでしょうか今回もね役立ったと思いますがそう前全自殺接続詞の問題って取りもんなのできちんと文構造が分かってどの品種かなって分かってれば取れるんですよ簡単に。だからトイックでも絶対諦めちゃいけないし大学入試でも取りもんだと思ってとってくださいはい、この動画が終わったら高評価チャンネル登録そしてクラウドファンディングのご支援も忘れずに